嵐？ちびこいアジです、ね、アジの開きです。新鮮なねアジの開きを買ってきました。これなんとね1匹たったの40円ね、まあ、それでね美味しいんだから、言うことないです。これをね焼いていきたいと思います。もう一つがこれ、開けないとわからないですけどね、ホッケです。これがね、390円、これメインディッシュですね。これをね今日は焼いていきたいと思います。アジです。油引かなくても大丈夫だよね。こんな時は偉い目に遭いましたけど、これがアジを焼いていきます。焼きたてをね、用事ありませんか。こっちはあんまり長くなかった。焼いたらいいのか全然上がりませんね。もう一回裏返しましょうか。お、色づいたね。ちょっとね、場所を入れ替えましょうかね。あかん。お、焼けてるような気もするな。これでどうだ。お、なんかもう食べれそうな気するけど、どうかな。ジュージュー言うと思います。どうでしょうか、まだダメでしょうか。いい色だな。油がジブジブ浮いてます。わっち、もう腹減っちゃったからね、食いましょう。お、身離れがいいね。お、何もかけずに、いただきます。うまいね。これ実は1匹40円なんですよ。いや、贅沢な話ですよね。うめえや。もうね、こぼれなんかバリバリ食っちゃいましょう。うん、食べれる食べれる食べられるってやつですかね。美味しいです。うまいな。肉をね焼くバーベキューもいいけど、こういうバーベキューもいいですね。
夢。よしと。よしと。あ、もうありがとうございます。第2弾がちょっと焼けてきました。炭は今が絶好調って感じですね。3匹食べまして4匹目です。これがねうまい。身離れがいい。ちょっとのこぼれは気にしません。うまいね。うん、贅沢ですね。焼いた魚を火の上から直接口に入れるっていうね、これが一番うまい食べ方だと貝原先生もおっしゃってましたね。ちょっと失礼して手も使わせていただきますね。この皮んとこがうまいんですよね。醤油も大根おろしも塩もいらないですね。天然の塩味十分です。骨が結構あるけどいっちゃいます。うん。で、私ちょっと気づいたんですけど、こういうね、こういうところ身取った後残してたんですけど美味しいですよ。ここをねもうバリバリ食べちゃうの。ほら、うん、身がないようでありますね。当然こっち側もね綺麗なところ食っちゃいます。うまい。残すところはないかもしれないですね、意外と。うん。ほら。こんだけになりました。でね、頭もね、網の上にしばらく置いといたらこれ全部食えるんじゃないかと今思ってます。ちょっとやってみようかな。どうしようかな。まあ少なくともさっき残したこの辺は全部食えそうですよね。うん、食えるというかうまい。うん、こんな皮食います。うん、食える食える。じゃあもうガラだとほとんど残らないよな。これ一匹目にね食べた残りです。皮ペラペラの皮だけですけど、うん、I'm a calcium boy。
うまいうまい。一気に柄が減りました。背骨と太い背骨と頭と尻尾の先っちょだけです。うまいもんですね、味って。おお、ジュージュー取りますな。よいしょ、やりすぎたか。尻尾の方生やのにな。失敗したかな。大丈夫か。ちょっと失敗か。やばいな。やばいな。失敗したか。OK、ウルトラ大産地。ひっついたホッケを返そうとしたらこんなことになりました。ああ、ありがとうございます。ホッケが。ぐずぐずに崩れてしまいました。悲しい悲しい、ああ悲しい。適当に焼いて持って帰ろうか。ああボボボボーンやな。悔しい。ああ丁寧に焼いてたのにな。こういう骨にひっついてるお肉って美味しいですよね。うまい。これも何もかけずに美味しいや。いいとこあるよこれ。ちくしょう。ああ。くそ。これは持って帰ろうね。以上です。ありがとうございました。大きくて立派だったホッケがこんなことになりました。とほー。ちなみにこんなロケーションで撮影しておりました。まあね、美味しかったからホッケは失敗したけどよしとしておきましょう。また次回あるかな。